皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、最近ちょこちょこリクエストもいただいてたんですけど、私ね、この家、この今住んでる家ね、引っ越してきて先月1月で1年になりました。早い、もう1年経っちゃったんですけど、そう1年経ったんですが、前にどのぐらいだったかな、4月とかだったかなに1回ルームツアーやったんですよ。新居のルームツアーって言って紹介したんですけど、その時も完成はしてたんですけど、一応そこから1年経った今、まあ、いろいろとね、荷物とか物とかも増えていくわけですよ。でそんな時にまた最近ルームツアーしてほしいですっていうお声も何件かいただくことがあったので、今日は1年経った今のお部屋のルームツアーをしていこうと思います。そこまで変わってはないんですけど、ちょっと変わったところだったりとかもあるので、そこを皆さんにお見せできればなっていう風に思います。なのでよかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということでまず玄関にいました。結構ここの鏡、ここに鏡があるんですけど、結構ここの鏡でコーディネート、シュナップ撮ったりとかして、インスタのストーリーとかによく上げてる場所です。こんな感じであって、こちらがじゃん、こんな感じになっております。ここら辺はね、そんなに変わってないかな。まあ、シューズクローゼットがあって、あ、でも靴は増えましたね。多分靴は増えた気がする。前断捨離やって少しスッキリしたんですけど、また新しい靴とかゲットして、あのウエスタンブーツとかも最近ゲットしたやつだけどがありますね。でこれもお気に入りのゼブラのキノコ型の椅子みたいな感じです。なんか普段ここに私は鍵置いたりとか、すぐ持っていけるように、あと宅配の方が来た時とかにつけるマスクを置いてたりとかしますねっていう感じ。この中はまあ前にシューズクローゼット断捨離する時に紹介したので、ぜひそちらの動画をご覧ください。はい、では続きましてこちら行きますか。キッチン、キッチンに行こうかな。キッチンもそんなに変わってないかな、そんなに変わってないと思う。こちらに電子レンジが、ちょっと汚いかも汚いかもしれないけど、こちら電子レンジ、これね、もともとついたんですよ、こういうの家のキッチンに電子レンジが、そこに。だからちょっと使われてないっていう電子レンジ、汚いなです。で冷蔵庫、ブラックのね、お気に入りの冷蔵庫なんですけど、結構ちっちゃめなんですよね、これ。で最近割と実用するようになってきて、結構お野菜とか買ったりするとパンパンになっちゃうんだよね。でも大きいのさすがにいらないかなと思って、ずっとこのサイズを使ってます。でこのバッグはポップアップの時にいただいたんですけど、来てくれた方に、紫のバッグで、これがねすごい可愛くて、すごいんですよ。これが今このサイズだと思うんですけど、この中にね物を入れると、何がいいかな、とりあえずオートミール、これとか結構もう、え、パンパンになっちゃうって思うじゃないですか。でもこれ入れるとね、じゃーん、伸びるんですよ、形が変わるの、ちょっと大きくなる。そうだからこれがねすごい良くて、普通におしゃれとしても可愛いバッグだし、実用性もすごいあって、結構お買い物行く時とかこれ持ってったり、ちょっと今日そんなに買わないなっていう時はこれピッて持ってったりします。ありがとうございますでちょっとすごい、私紙袋貯める癖があって、ここにちょっといっぱいあるんですけど、たまに使ったりしますね。これペットボトルね、捨てに行きます朝吸ったんだけどな、すぐペットボトルなくなるからな、お水で。こっちはこんな感じ、ちょっとお昼に食べた食器が置いてあります。後で片付けておきますよ、ちゃんとでここにはお味噌汁がありますね。作った残りの味噌汁、夜また飲みます、味噌汁。これもこれマジで意味ないですよね、絶対。なんで置いてあるんだろうってふと思いました、私。前の家の時に使ってたんですよ、調味料の入れるところがなくて。これもう一個板があって、そこ板置いてやってたんですけど、こちら側にですね、収納がもうあるんですよ。結構こっちが入るので、ちっちゃいのとか結構こっちに入れてるから、これがあんまり意味ないっていう感じになっております。ゴミ箱もね、そう、買いました。自動で開くやつになってます。キッチンは、まあ、こんな感じ、そこまで変わってないですね、変化なし。はい、じゃあ続いてこちらの部屋に行きたいと思います。撮影部屋です。オープン、じゃじゃん、わーお、わーお、こんな感じになっております。まずこちらの棚にはですね、こんな感じでありますね。ここは多分変わってないかな。あ、でも下のあれが増えたか、ちょっとバッグが増えていけなくなったので、あそこに置いてありますが、ここはそこまで変わってないと思う。変わらずな感じで置いております。でこっちがクローゼットがありますね。こっち
私のクローゼットもね、ほんとぐちゃぐちゃなんだよな、ほらもうやばいんですよ、パンパンで超汚いんだけど、な感じで入ってます。あ、でバッグもね、前整理したと思うんだけどなおかしいな、こんな感じでありますね。こっち側はこんな感じ、キャリーケース置いてあったりとか、上着がいっぱいバーってかかってたりっていう感じになっております。いや、 やっぱね、1年もねすると増えますね、お洋服が大変だ。でこちら側がドレッサーになっております。ドレッサーもね、前に紹介したんで、それをぜひ見てほしいんですけど、本当に綺麗じゃないのでそこまで詳しく紹介するほどでもないんですが、あ、でもこの前この中ちょっと整理したかな、こっちの断捨離してちょっと整理しました。でこちら側が、これがまあ全身鏡ですね。全身鏡があって、この、これか、この敷物、これがですね、背景布なんですけど、私いつもルックブックここで撮るので、靴を履いて上がるんですよ。そうだから、背景布を買って、この上は土足 OK みたいな感じで自分のルールで決めてて、だから、これをね、今敷いてます。で、この下に実はね、カーペットを敷いてて、中にカーペットが入ってるんですよ、薄めの。その上からこの背景布をかぶせてっていう感じでやりました。この前ついこの間やった、そろそろ綺麗にしないとと思ってやりました。でこちらの椅子ですね、これも結構インスタとかでもこの椅子使って写真撮ったりとかしてあげてるやつ、お気に入りです、これめっちゃ可愛い。でこっちか、こっちのラックはね、これはね買いましたね。もともとねこっちの、ちょっと今これかかってますけど、もともとこっちのラックに全部かけてたんですよ、アウター類は。なんですけど、さすがに増えすぎて増えすぎたのと、あとこのラックをルックブックで使いたいので、いちいちね全部アウターをハンガーから取って一回どっか違うところ置いてルックブックの服かけて取るっていうのがめっちゃ大変だったので、こっちのラックはいつでも使えるようにしていこうかなと思って、まあ今2つぐらいかかってますけど、なのでこちらを買いました。これはなんか楽天で買いましたね。私は奥は高さがあるので、こっちにロング系のコートをかけて、こっちには短めのアウターたちをかけております。ハンガーもねこれシルバーのやつで揃えて、でここにちょっと出っ張りというかがあるので、ここにキャップをバーってかけてます。キャップ大好きすぎてめっちゃある。また帽子も紹介しますね。こんな感じ、こっちの部屋はこんな感じかなです。ほいほい、じゃあ次リビングは最後にしようかな。寝室行きますね。はい、じゃあ寝室オープン、じゃんこんな感じでございます。本当にね、寝室マジで半物置なんですよねまあでもベッドはこんな感じであるんですけど、こんな感じで、そうベッドはねセミダブルかな、やっぱりセミダブルぐらいは欲しいかな。よく言えばねダブル欲しいんですけど、もっとなんか余裕が出たらダブルとかも買いたいなとか思いますけど、そうこれ最近の私買ったんですけど、自分枕、自分の専用の枕が作れるとこに行って買いました。やっぱりね寝心地全然違います。てか翌朝のスッキリさが全然違った。枕の高さが高すぎると首のシワができるっていうのを聞いてから枕を使ってなかったんですよ。でも使ってないとマジで寝返りとか打った時に多分肩幅があるからどうしても頭がすごい下がるじゃないですか、とかいうのでめっちゃ首とかが痛くて、毎朝起きた時に。それでずっと自分製の枕欲しいなと思ってたので、ついにこの前買っちゃいました。めっちゃ高かったんですけど、でもなんかメンテナンス無料でずっと使えるらしいので1個買おうと思って、やっぱり睡眠は大事なのでね、ちょっと奮発して買いました。この毛布とあのクッションはザラーホームのやつです。これめっちゃ気に入ってます、可愛くて。でもこれ一回ね洗おうと思ってコインランドリーに持って行ったら多分熱かなんかでちょっとね毛が溜まっちゃって多分回しちゃいけなかったやつなんですけど、そう固まっちゃったんだよな。だから肌触りがすっごい悪くなった。もともとめっちゃ気持ちよかったんですけど、めっちゃ肌触り悪くなっちゃいました。最悪ですまあでもあったかいので使ってます、こんな感じで。でここも変わってないかな、でもちょっと物が増えたか、やっぱり香り物系とかが置いてありますね。これは香水だけど、これ前20万人突破した時に記念に買ったやつですね。もう最近お気に入りは私これかな、ザラのやつなんですけど、リビングのディフューザーもこれに使ってて、オブソルートリネンかな、これめっちゃいい匂いで寝る前とかにパッパーってかけたりしてます。こんな感じですね。こっちにはラックがあります。
寝るときはとりあえずこの間接照明をつけて電気消して、眠くなってきたら、最近はねもうこの間接照明消して真っ暗で寝てます。前までつけながら寝てたんですけど、ちょっとあの近くて明るすぎるなと思ったので最近は消してます。はい、こんな感じかな。でこちら辺ですよね。あら、我が家のペットですね、ジロー君です。でこっちニットがあると思うんですけどね、これもう本当にニットってめっちゃかさばるじゃないですか。でもすごいこの1年で新入りちゃんをお迎えしてまして、すごい量になっちゃって重ねても置いてあるんですよ。タンスに入りきらないんですこっちにもめっちゃあるし、この枕の中は断捨離してもう着ないかなっていうもので、いつかフリマとかできたらいいなと思ってずっと撮ってあるんですけど、いつできるかな、フリマとか。もしなんかやる機会があればぜひ皆さん来てください積み上がっております、ニットが。やばいやばい、このタンスもねパンパンなんですよ。もう締まりきってないと思うんですけど、すごい。で、あ、こっちね、こっちにこれポップアップの時にねいただいたやつなんですけど、これを飾っておりますよ。なんか自分の部屋に自分の写真を飾るっていうのがちょっとなんかあれなんですけど、でもすごいいただいて可愛くてお気に入りなので飾っております。まだここに飾りきれてないやつとかもね大事にしまってあるんですけど、そう、ちなみにこれあのアベマはね、優が抜けてるよってアベマちょっと優が抜けてたなっていう感じなんですけど、やっぱこう作ってくれる時間っていうのもすごい労力必要だと思うから、それ考えるとすごく嬉しいです。ありがとうございます。で、そうだ、これね、これは私ほんと最近購入したジュエリーボックスでございます。結構アクセサリー増えてきたのでついに買いました。これ開けるとこんな感じで、てか本当だったらこっちにリンゴを入れるはずなんですけど、私のリンゴ大体これね太いんですよ。わかるかな、太くてね、なんか入らないっていう問題が出てきたので、こっちになんかピアスとかこうやって置いたりしてます。で開けていくとピアスがあったりとか、まだこちら辺開いてるんだけど、まあ、よく使うやつをここに入れてるのでちょっと余ってますが、ブレスレットとか時計とかネックレスとかっていう感じであって、でこっち開けるんですけど、こっち開くとネックレスがかけられるようになっております。これはね Amazon で買いました。こっちにもねありますっていう感じで、で鏡もあるのでこっちでこうつけてみながらどうかなみたいな感じでやってますということで寝室はこのような感じです。ちょっと本当に汚いな、もうちょっとね綺麗にしたいんですけど、なんかいろいろ頑張ります。今年こそは頑張る頑張れるかな、わかんないけど頑張ります、頑張ってみます。はい、ということで、すごく今夕日で照らされております。そう、この家はですね、あのすっごく夕日が入ってくるんですよ。この時間帯、今5時ぐらいかななんですけど、この時間帯の、ね、夕日がマジで綺麗で、そう、これがすっごい気に入ってる一つでもあるんですけど、じゃあいよいよ本目のリビングを紹介していきたいと思います。リビングはね、そこまで変わってはないんですけど、ちょっと変わったところもあるので、それをお見せしたいと思います。ということで、私の家のリビング、こんな感じでございます。じゃらん。はい。じゃあまずこっち側からいきますか。こっち側はね、すごいお気に入りのスペースなんですけど、こっちが、デスクスペースかなになっております。この机前に動画でも組み立てたと思うんですけど、すごい可愛くて気に入ってる机です。でこっち側はこれがね、めいこちゃんが、私のめいこちゃんがね書いてくれた頑張ってねメッセージ、もう可愛すぎて額縁に入れました額縁に入れてこう見えるところで、見えるところに飾って日々頑張っております。これ象なんですよ、私のめいこが書いた。めっちゃね可愛いんだよこの象が、独特で絶対才能あるで、これがマネーツリー、ポップアップの時にねサブちゃんがくれました。頑張って育てております。これはね本当はライトなんですけど、中の電球を買っていないので、なんかオブジェとしてなってます。でも電球買わないとな、そろそろ。これはなんか気分リフレッシュしたい時とかにちょっとスプレーシュッてやってっていう感じで使ったりしてますね。でこっちがパソコン、これも前紹介したけどパソコンの
タンドと遠隔のキーボードね、肩がこう上がったりとか目線がこう下がらないように工夫してやっております。いつもここで座りながら編集してます。この毛布がねめっちゃ気に入ってて、すっごいふわふわで気持ちくて、結構しっかりとした毛布であったかいです。でこの中はね、前にこれも動画で紹介したけどラタンの椅子になってて、でツラタンが夏っぽいので冬とか毛布とかかけたらいいなと思って、こんな感じで毛布をかけております。この電球もねすごい可愛くて気に入ってるやつ、ちょっとなんかアーティスティックな感じで、はい。でこちらが行くと、すっごい苦労してやっと見つけた椅子とオーガスタちゃんなんですけど、めっちゃ育ちましたよね多分。すっごい大きくなってて、ちょっとそろそろ間引きしないといけないんですけど、間引き何回かやったんだけどね、めっちゃ育つんですよ。すごい成長してくれております、すくすくと。でこちらがアートボードみたいな感じで自分で作った、デザインして作ったやつです。デスクスペースはこんな感じかな。ここめっちゃ気に入ってます私。でこちら側行きますと、これタンスにはパンツが結構入ってますね。なんでここにあるんだって感じですけどここしか置くとこがなくてここに置いてます。でこの上に結構いろいろと置いてて、香水とか、これハンド美容液なんですけど、最近も乾燥がすごいのでこれをめっちゃ使ってます。これもいただいたやつです、ありがとうございます。香水がふわーってありますね。ここら辺もほとんど香水なんですけど、こっちにはまあ普段持ち歩く巾着とかティッシュとか入れてます。でお財布ねこんなとこに置くなんて感じですよね。めっちゃもうおっぴろげですよ。まあでも誰も来ないので大丈夫でしょう。で鏡があって、本当はねここにアクセサリーとかをいろいろ置いてたんですけど、ちょっとアクセサリーが増えすぎてごちゃごちゃだったので、さっきのアクセサリーボックスを買いました。そうなのでちょっとすっきりした最近っていう感じです。そしてこちらですね、リビング。まあこのローソファー、まあちょっとクッションすごいな、ローソファーは変わってないです。ローヤで買ったソファーですね。私はローソファーが良かったので低めのソファーにしました。でも結構このローソファーがねやっぱり居心地がいいっていうので、友達とかにもすごい好評で、シュウナンチって本当居心地いいよねみたいな感じでよく言ってもらいます、嬉しい。でこちら側がですね、これがあのシュウ上村さんにギフトでいただいたんですけど、そのボックス、このボックスで届いて、めっちゃ可愛いと思って、めっちゃ可愛くないですかこれ。結構あのサイズ感も良くて、ちょっとこう物入れるのとかにも良さそうだなと思ってここに置いてます。ちなみになんか爪切りとかピンセットとか置いたり、これ鉄分たっぷりなんですけどとか、体温計とか置いたりしてます。これ可愛くて気に入ってる何気に。でゴミ箱があって、こっちリモコンがね一応隠してるつもりだけどめちゃくちゃあるっていう感じになっております。でこちらが机、机も変わってないですね。このコンクリート風の机です。これもお気に入り。あで絨毯が変わりました。そうあのリビングで使ってた絨毯を撮影部屋のところに持って行って、あっちで使ってます。結構もう汚れてきちゃったので、こんな感じの結構分厚めのね、分かるか分かんないか、分厚めの低反発のやつに変えました。めっちゃ気持ちいいこれ。でこのティッシュケースもね変わってない、キルティングのやつで、ゼブラ毛布もありますでこっちがテレビのとこなんですけど、あのライトも最近そう間接照明、間接照明とあっちのちょっとあったかめのある電気をつけて夜過ごすのにハマってます。結構雰囲気が出てねいいんですよね。そうこの間接照明は IKEA で買ったやつです。でこれ本当は椅子なんですけど、ちょっと物置みたいな感じで使ってる、これはマーシャルのスピーカーです。であそこにはあたえさんがこんにちは限定のアルバムね。でこちら側がですね、あこれが私がすごい使っているディフューザー、さっきのあのザラホームのオブソリュートリネンのディフューザー、これめっちゃでかいんですよね。何ミリだったかな、200?100?500 だ、全然やん、全然500でしたそりゃそうか、500ミリリットルのやつ。マジでディフューザーってすぐなくなりません、もうこんだけしかないので。あそうだこれ揃いました、揃えられました、トリプレイさんの 3D フィギュアです。かわいい、やっぱこう揃ってると可愛いですよね、お気に入り。でこのデジタル時計ね、これも Amazon で買いましたね。で急に欲しくなったスイッチ、最近全然やってないですフォートナイトがやりたくて、フォートナイトをやってちょっと満足して1回でやってないんですけど、全然それとマリオカートとマリオパーティーがありますねでもでもどっちも一人でやるもんじゃないから、友達とか来た時にやりたいなとか思うけど、全然友達この家来ないので全然使われてないです、かわいそうに。はい、という感じでございます。
はい、というわけでこんな感じで1年経った今のルームツアーでございました。いかがでしたかね。まあ前でいたルームツアーとそこまでね変わってはいないとは思います。まあただやっぱり物が増えたかなっていう感じで、いろいろと収納も増えたりだとか、その分とか、まあ収納しきれてないやつもあるんですけどねあったりとかっていう感じかな。まああっちのデスクスペースも動画では紹介しましたけど、あっちもできたりとかっていうぐらいかな。いろいろまあ配置は変わったりとかしてると思うので、まあ、ぜひぜひ最初の頃と見比べながら見てみてください。はい、ということで今回はこんな感じで1年ぶりのルームツアーをしてみました。本当に最近なんですけど、本当に最近ちょっとまたインテリアもいろいろとねこだわりたいなーっていう風に思い始めてきているので、まあ、またなんか変わった部分だったりとかがあれば紹介していければなという風に思います。また多分2年後とか3年後とか違った感じにもなってるかもしれないし、同じかもしれないので、もし見たいっておっしゃってくれる方がいればまた撮ろうかなという風に思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。